皆さん、こんにちは。私は東京大学で教員をしています山崎と申します。今日は数学と理論物理学によって小規模な地域振興をする可能性についてプレゼンしたいと思います。まず注意なんですけれども、これからお話しすることは私がなんとなく思いついたことですので、どれぐらい実現可能性があるかなどは全く未知数なところがあります。ただし逆に言えば、もしかすると何か面白いことが始まるきっかけにはなるかもしれません。まず私の自己紹介なんですけども、私は東京大学にいて、数学や理論物理学を研究しています。で、今回の話にとって重要なのは、国内外のですね、研究会というのに数多く参加しています。それで研究会とは何かなんですけれども、これは大学の先生などのですね、研究者が集まって専門的な討論や議論をする場所になっています。最近は Zoom などを使って議論することも多いわけなんですけれども、やはり普段と異なる環境をすることによって心身ともにリフレッシュされる。で、その中で新しいアイデア、あるいは新しい共同研究などが生まれてくることが期待できるわけです。で、会場は大学などが多いんですけれども、実はかなり遠方の場所とか、あるいはいわゆる辺鄙な場所などで開かれることもあります。むしろそういった場所の方が研究に集中できるということはあるかもしれません。で、研究会自体にはですね、数千人が集まるような巨大なものから10人規模の小規模なものまでいろいろあるんですが、ここでは10人から20人ぐらいなどの小規模な集まりを念頭に置いています。だからもしかしたら、企業の研修なんかとも似ているところがあるかもしれません。で、今話したいのはですね、こういう研究会とを使って何らかの形で町おこしのようなことができないという考え方です。これはかなり大それた考えではあるんですけども、実はなんでこんなことを考えるようになったかというと、以前ですね、イタリアのポリカというところで研究会に参加したことがありました。で、このイタリアのポリカというところはですね、イタリアのナポリですね、のさらに南のところにある、海岸に割と近い町なんですけども、実はここにポリカフィジックセンター、ポリカ物理センターというのが最近できました。で、ここはなかなか面白いところで、その会場がですね、実はお城になっています。いにしえのお城になってまして、このお城というのはですね、1997年に地元の町が購入したものらしいんですけども、多分もともとは結構荒れ果てた感じになってた可能性があるんですけども、今多少はですね、こう町がお金をかけて整備しまして、ある種の、一応観光スポットのようにはなっているということですね。わざわざ皆さんが見に行くようなものかって言われると、ちょっと正直わからないんですけども、一応トリップアドバイザーとかにはなんかコメントがあったりして、で、これは普段はですね、こう街の方でどう活用しているかというと、どうも、ホテルとか、式場とかそういう会場として使っているみたいであります。ただ、ホテルといっても皆さんが思うようなホテルっていうほどでもなくて、部屋が数個あって、ベッドが置いてあってみたいな、なんかそういう感じになっていまして、だからどうも、直接聞いたわけではないんですけども、間接的に聞いたところでは、これを持っているですね、自治体の方でもどうやって活用したらいいかというのが、ちょっとわからなかったところがあったというわけです。で、そこでですね、理論物理学に使おうというつてがですね、回ってきまして、そこから理論物理学センターが始まったと聞いております。で、このポルカの街ってはなかなか小さなところで、ほとんど大きな道みたいなのはないですね。車がやっと通れるぐらいの道しかなくて、これは人間が歩くような道なんですけども、かなり小さな小道がたくさんあります。で、こういうところを上がってきますと、お城の入り口ですね、に、お城が、入り口がありまして、そこにですね、理論物理センターというのが入っています。で、入っていくとですね、こういうふうになんか大きな広場みたいなのがあって、さすがにお城だなって感じにはなってるんですが、このスペースはちょっとどうやって使ったらいいかわからなくて、実際に使ってるのはですね、こう中に部屋があって、がらんとして部屋なんですけど、ここに黒板をですね、置いて、講演できるようになっていると。で、ここはだから本当に何もない部屋なんですけども、多分壁紙ぐらいは変えたかもしれないですけど、そこに黒板をですね、設置いたしまして、結構2面あるので、結構使いやすい黒板なんですけども、そこに人が立って講演できるようになっていると。で、これは僕が講演している時の写真なんですけれども、こっちの写真の方がわかりやすいかもしれないですね。これはなかなか角に黒板を置いてあって、で、その周りにですね、なんでしょう、机が並べてあると。そういうふうになっています。で、これは何かプレゼンが起こるときなんですけども、しょっちゅうプレゼンしているわけではないので、プレゼンが終わった後、例えば皆さんそれぞれ個別に議論したりとか、あるいは試作にふけったりとか、そういうことをするわけなんですけども、そういうための部屋がですね、周りに4個か5個ぐらいありまして、めいめい散らばって思い思いのことをすると。で、これはその一つの部屋の例なんですけども、本が置いてありますけど、これ本を使うって感じでは全然なくて、そもそも何の本かも僕はよく知りませんけども、この机なんかがあるので、その上で皆さん例えばパソコンを開いて作業をすると。ある種カフェみたいな感じですね。カフェみたいな感じで使うというふうになっています。
で、こういう部屋がいくつかあるんですけど、実は部屋からですね、バルコニーみたいなのがあって、そこからなかなか街のですね、いい眺めが見れると。で、これは街の中心部を眺めたもので、教会にあたる塔が立ってますし、それから横の方ですね、逆の方向を見ると、こう、海が広がっているという素晴らしい風景になっています。で、この写真からもわかるんですけども、このポリカの街っていうのはですね、こう山の上の方に立ってまして、これはちょっと山を下ったところから撮った写真なんですけども、山のまさにですね、こう中腹にですね、集落があるという感じになっていて、だから全然その大きな街ではないですし、下からですね、山に登るのがかなり大変なんですね。僕も何回か歩いて登ったんですけども、一旦登り降りするのにひたすら登り続けて1時間半とか2時間とかですし、道もそんなにあるわけじゃないと。で、車で行ってもですね、かなりジグザグの道を延々と15分ぐらいかけて行くという感じで、夜なんかはかなり運転が危なさそうな感じではあります。だから、そういう意味では環境としてはいいところではあるんですけども、ちょっと過疎化のようなものが進んでいるところではあるので、街の方なんかはやはり高齢者の方なんかが多い印象があります。で、この山からですね、下っていくと、それなりにですね、こう栄えてまして、これはアチャローリという町だったと思ったんですけども、ここにですね、ちょっとした港なんかもありまして、あとビーチなんかもあって、ホテルなどから。だからこの降りていったところはそれなりの観光地にはなっていて、で、この降りてた道は実は長寿の町として有名で、地中海料理ですね、これちょっと、取った食事の一例ですけども、地中海料理で有名なところになっているということで、まあ、そういう意味では、降りていったところはそれなりに有名で、ちょっと世界からわざわざ皆さん来るほどのところかどうかは僕はよく知らないんですけれども、少なくともイタリア人の方は結構観光に来ることもあるとは伺っています。ただ、先ほど申し上げたように、このポリカの街そのものっていうのはそこからですね、延々と離れていったところで、これはポリカの街で多分一番大きな広場の一つなんですけども、これは本当に車がようやく数台通れるかどうか。で、ここにちょっとカフェみたいなのが見えてるんですけども、カフェがですね、あって、そこで皆さんが、毎日顔なじみみたいな感じで管を巻いていると。そういう感じですね。で、写真を撮りそびれたんですけども、実はこのそばにあるですね、広場に黒板をですね、町が設置しまして、そこでですね、物理の議論もできるようになっていると、そういう面白い環境で、なかなか面白い取り組みでですね、実は地元の方でもラジオ局とかテレビ局などが取材に来たということで、それなりに注目を集めていると聞いています。というわけで、ここまではですね、このイタリアのポリカでの取り組みについて紹介してきたんですけども、これはなかなか面白い場所なんですけども、だからなんか意外と面白いので、もうちょっと他の場所でも似たようなことはできないかっていうのは、いろんな人を考えまして、実は僕の知ってるイタリア人の知り合いでも、イタリアにも他にもですね、いい場所があるから、そういうことはできないかみたいな話はありました。で、僕自身はせっかく日本にいるので、日本でももしかしたら同じような取り組みができないかというのが考えたことです。で、ここで重要なのはですね、行き先がですね、ものすごい観光地である必要はないということですね。例えば今の例でも、観光地にはそこそこ近かったかもしれないし、眺めもいいし、食事も美味しいし、そういう意味では非常に素晴らしいところでもあるんですけども、行ったポリカって街自体はほとんどレストランも3個か4個かわかんないですけども、それぐらいしかないし、ホテルもですね、多分数十人泊まるので精一杯ぐらいの、本当にちっちゃな街ですね。で、ある意味過疎も進んでるし、街まで出てくるの大変と、そういうある意味大変なところではあるんですけども、そういうところでもですね、何かきっかけさえあれば、理論研究者はですね、そこにやってくるというのが、この例から学べることなのではないかと思います。で、そういうわけなので、これをですね、日本にもですね、もしかしたら日本の地方にも、こういう、環境があるのではないか。特に、すでにある何か施設などで活用されなくなった施設などがあるかもしれないと。で、そういうのを活用して、うまく研究会をオーガナイズすることによって、新しいですね、地域振興とできないかというのが考えたことです。ただ、もちろん私もいろいろ考えたりはしたんですけども、結局どういうところにそういう施設があるかなとかですね、全くわからないので、こういう動画を作ってみました。それで実際に何が必要かなんですけれども、ここでは必要最小限なものをリストしてみました。まず、研究会をやるためには、20人から30人程度を収容できる部屋がやっぱり必要ですね。で、そこでプレゼンなどを行ったりすると。で、部屋は最小限は一つなんですけれども、できればですね、そのプレゼンが終わった後に、それぞれ個別にですね、施策に付ける。あるいは、いくつかの分科会に分かれて議論するといったようにですね、活用できるように数部屋あると好ましいかなというふうには思います。それからもう一つはですね、やはり遠方からそれだけの方に来ていただくわけなので、数十人程度がですね、宿泊できる宿泊施設があるといいかなと思います。これは必須と言ってもいいかもしれません。で、ただし、この宿泊施設自体はですね、研究会を実際に行う建物と同じところにある必要はないと思います。例えば、20分、30分歩いたところにホテルなり旅館があると。
ということで十分かと思います。それから3つ目はですね、やはり研究の議論をしますので、そのための資材が必要になるかと思います。プロジェクター、あるいはですね、黒板、それからホワイトボードなどがありまして、この黒板、ホワイトボードなどについてはある程度はですね、こだわる必要があるかと思いまして、黒板などもですね、例えばホワイトボードなんかでもかなり小さなものでもいいと思われるかもしれないんですけれども、やっぱり、いろんな考え方をですね、深めるためには自由に、書けるような非常に大きな黒板とかホワイトボードなどがあると非常に嬉しいかなというふうには思います。もちろんプロジェクターなどはですね、例えば僕らの方で持っていくということも可能ではあるんですけれども、やはりその場に置いてあると便利かなというふうに思います。それから4つ目もかなり重要なんですけれども、やはりですね、そういった遠方に来て考えをですね、深めると言いつつもですね、やっぱりは現代ではですね、いろいろメールに返事したりとか仕事したりとか、あるいはそもそも研究の資料をですね、調べるときにいろいろ検索するなどありますので、それから最近ではビデオ会議などもあります。ですから、そういった数十人の方がですね、使っても全然びくともしないような高速の Wi-Fi と。これというのが重要になるかなというふうに思います。で、さらにこれらに加えてですね、やはり、研究者の方をですね、引きつける何かがあると非常に嬉しいですね。例えば、なんか豊かな自然がある、歴史がある、食事が美味しいとか、面白い人がいる、などでもいいんですけども、何かそういうアピールポイントがあると嬉しいなというふうにも思います。それで具体的に何をやるかなんですけども、最初の年っていうのはですね、1年のうちごく1週間だけとか、あるいは2週間だけなどイベントを開催することを考えています。これはつまり何を意味するかというと、例えば建物があって、その建物が全く使われていないような繁忙期のようなものがあったとすると、で、その時期に施設を使わせていただければ十分ということであります。また、研究者の方がたくさんやってくるわけですが、彼らの旅費等はですね、研究者個人が工面するというのを考えていますので、それらについての負担は必要ありません。で、重要なのは、その研究会を開催するですね、設備ですね、建物そのものと、そこに例えば先ほど申し上げました黒板であったりホワイトボードなどがあればいいんですけども、仮に建物がですね、既にあるとか、あるいは既に会議室があるなど、そういう場合にはですね、初期投資は実は大きくないのではないかというふうに考えています。で、最終的にはですね、もちろんいろんな人に来てもらおうとするわけですから、で、皆さん忙しいので、その忙しい中わざわざ来てもらえる場所かどうかというのも重要にはなると思うんですが、一つだけ言えるのは、一般的な訪問客の方とはちょっと違うところもあるので、例えば本当に何もないところであってもですね、もしかすると研究に集中できるという意味ではいいかもしれないので、その点はですね、一般的な訪問者の方とは少し違うところもあるかもというふうには思います。で、もちろんですね、こういった取り組みがうまくいくかどうかっていうのは正直さっぱりわからないところもあって、だからわざわざこんなアレンジメントしなくてもですね、例えば研究会自体をお話ししたければ、どこかでホテルなどで会議室を借りたりとか、あるいは役所のですね、部屋など会議室を借りたりして、で、そこの周りに宿舎に泊まるということをすればですね、どこでも誰でも可能になってまして、実際そういうふうに開催していることがほとんどだと思いますし、それから後からは経済効果みたいな話もありますけども、本当に少ない人数しか今のところ来ないですね。だから例えば修学旅行の方がどっと来るとか、そういうのに比べると、かなり小さい規模なので、新興というほどではないというのは明らかだと思います。ただですね、もしかすると、そういう普通のですね、何か観光客の方が来るというのはちょっと違うところもあるかもしれないので、僕自身としてはですね、そういう研究会にいろんなところで参加したりとか、僕自身が組織したりしますので、そういうものを使ってですね、地域振興の一環とできることができればですね、非常に面白いかなというふうには思っています。で、そこで将来的にどういうことを目指すかということなんですけども、これはですね、ちょっと目指したいこととしてはですね、一つは、ある意味勝手に作ったキャッチフレーズなんですけども、研究者の行きたい街というキャッチフレーズを作りまして、そういう大学とか企業なんかで研究されているような方々が行って楽しいと思えるような、そういう街にしたいと。で、例えば、どういう取り組みはいろいろあると思うんですけども、例えば街の中にですね、黒板なんかを設置していただいて、研究者の方がですね、議論すると。で、そうすると地元の方はなんだかわかんないけど、そういうのにですね、だんだんそういう人がたくさんいることに慣れてくると。そういうことがあってもいいかもしれませんし、それから最終的にはですね、できるだけ恒久的な活動にするために、何らかの資金をですね、探していくということはあるかもしれません。で、やっぱりこういう活動の中でですね、例えば研究会にですね、参加して、そこの街をですね、訪れた人が、例えば中高生に向けて出張授業をするとか、そういうことも可能だとは思いますので、そういうところで刺激を受けた若い方がですね、ぜひ研究の道を志したいとして、その街からですね、世界に羽ばたいていくと、そういうことが起きれば非常に嬉しいなというふうには思っております。
で、まあ、受け入れる側に正直メリットがどうかどうかはよくわからないんですけども、まあ、今までなかったような新しい人のですね、移動を、創出できるかもしれないし、まあ、場合によってはですね、そういうメディアなどでも取り上げられることが起こるかもしれないので、まあ、町としてのアピールにはなるかもしれません。まあ、それから、まあ、多少はですね、経済効果みたいなのもあるかもしれませんし、先ほど申しましたようにですね、地元の若者がですね、これからそういう研究の世界と触れると、まあ、そういう早いうちからですね、研究の世界から触れることができると、まあ、そういう機会を知る、あるいはそもそも数学とは物理とはどういうものかを知る機会が得られると、まあ、そういうメリットはあるのかなというふうには思っております。で、参考までなんですけども、数学によって、例えば町おこしをしようとか、そういうところっていうのはいくつかあるみたいですね。で、例えば僕もちょっとだけ調べたんですけども、例えばこう和歌山県の橋本市の例、それから岐阜県糸抜町の例などありまして、こういった町ではですね、数学による町おこしというのを行っているようです。で、具体的にはですね、これらの町のですね、出身とした非常に有名な数学者がいまして、そういう方のですね、ゆかりの町ということで、数学による町おこしをある種行っているというようです。ただし、まあ、今回の提案ではですね、別にその今まで数学物理に何の縁もゆかりもないというところでも全く構わないですし、まあ、むしろそういうところでですね、何か新しいことが起こると面白いのではないかというふうに思っております。で、以上ここまでお話してきたんですけれども、まあ、正直私にはですね、全く何が可能かなど、あるいはどういう場所が面白いかなど、全くわからないところもありますので、ぜひですね、そういう情報を私のところに届けていただければと思います。で、特に例えばそういうですね、観光的な業界ですかね、に詳しい方、あるいは何かですね、施設が余っていて活用方法を探している自治体の担当者の方、あるいは何か町おこしをしたいと、そういう政治家の熱意を持った政治家の方などなどですね、いらっしゃいましたらですね、ぜひ私のところにご連絡いただければと思います。どうもありがとうございます。